毎年恒例、筑波サーキットで開催されるメディア対抗ロードスター4時間耐久レースにチームレブスピードが今年も参加。今回もアマチュアドライバーだけで優勝を狙った。レース時間は4時間で、ドライバーは1チーム最大5人まで。その4時間を60リッターのガソリンで走り切らなければならない。やられたこれ。なので4時間にわたっての全開走行は不可能。いかに燃料消費を切り詰めながらライバル勢をうまく出し抜くか。ピットクルーの立てる作戦や燃費に対してドライバーが的確にレースカーを操れるかが最大のポイント。カーナンバー74のチームレブスピードはレース終盤にトップに立ちながらも残りの燃料がどうやってもギリギリの状態。レース終盤は超燃費走行を強いられて、なんとか7位フィニッシュ。ゴール後はなんと燃料切れでコース上にストップ。本当に薄氷の上での7位フィニッシュだった。ということで、順位は何位でしたっけ。7位ということで、チームは急遽大反省会を実施。2位フィニッシュしたティーポチームの橋本洋平先生を呼び、そのテクニックを聞き出すことにした。なぜ勝てない？メディア対抗4時間耐久レース大反省会。はい、我々ね、はい、満を持して出たわけなんだけども、はい、まあ、結果7位。うん、まあ、そもそも、はい、まあ、どんな作戦だったかということを、はい、うん、ちょっとここでまた振り返ってみましょう。はい、今回の優勝するための作戦はですね、うん、まず燃費が 6.0、 平均燃費計がついてたもんね。車載平均燃費計が、うん、6.0 をとにかく目指すと、うん、で走っていれば、まあ、どうにかなるだろうと、うん、で一応目安としては、3速が5500回転でシフトアップで、4速は、まあ、5000くらいまでにいい、うん、シフトをして、うん、あとはとにかく 6.0 キロを目指して走って、頑張ってもう最高の一番出せるこの燃費で出せるタイムでこう走っていればこう、まあ、それなりの場所にではいけるだろうという、うん、計算のもとに挑みたわけです。まあ燃費計算のスペシャリストも読んだんだけど、はい、まあ、結果的に7位だったんで、まあ今日ね、強豪チームから1人呼びまして、はい、あの多額の、金を使ってですね。金ならありますか。ました、うん、はい、うん、なわけで、はい、橋呼びましょう。ほう、ティーポの橋ですか。そうです。お、いや、2位おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまりめでたくないんですけどね、いつも勝てるからでしょ。本当はトップじゃないと、うん、うわっていう感じなんですけど。悔しいよね。いやいや、おめでとう、ね、まあ、2年連続2位。2年連続2位だから、俺去年出てないんで。あ、そうでしたっけ。なんですけど、一応多分勝率5割なんですよ、4対2。ちょっと自慢しときますけど、まあ、今日はですね、はい、まあ、そうは言いながらティーポチームなんですけど、はい、まあ、レブスピードにもゆかりがあるということで、はい、ちょっとなんかですね、秘策を教えてもらえないかなと思って、はい、ね、あとはこれ、ね、金ならあるよ。弾むよ。弾むなら、はい、ちょっと行ってみますか、はい、じゃあですね、はい、全員5名の車載を見て、はい、ダメ出しをしていただけますか。先生ちょっと悪者になってみますか。はい、嫌われ役になってみます。お願いします。お願いします。まずは加茂選手の走りをスタート直後見てますけれど、はい、予選は18番手からスタートで、はい、結構こう集団の中に引っかかりながら、はいはい、っていう感じでしたよね、うん、であとは引っかかりながらなのかなって思ってたんだけれど、随分こうギアが一周一周で違ってたりとか、2を使ってたり3を使ってたりみたいな、探ってるところがなんか何やってんだろうな、作戦を決めてたんですよ、スタートしてから。そうです。
なかなか新しいですね。スタートしてから作戦を決めるっていうのはね。そのために、うん、お前が最初乗れという。なるほど。お前と燃費担当でまず決めてこいと、うん、ということで今年最初に乗らせていただいて。そこはちょっと前にやっといた方がいいんじゃないですかね。お宅は決まってたんですか？あのティーポチームはもう指示されたレシピが完全に出来上がっていて、1コーナー何速、エンジン回転何速っていうのが全部全部決まっていた。スタート時点でうちはですね、もう電話が切れたら終わりっていう状態の綱渡り状態。、うん、で、全てを電話で伝えていた、うん、事前準備が必要だっていう話じゃないかなというふうに見えますね。ちなみにここだけの話、うん、全部このギアはこの1、まあ、結局2速を途中まで使ってたんですけど、うん、2はいらないかなと、うん、で3速で走って、はい、80R とかは節約できそうなとこは5に上げたりしてたんですけど、うん、っていう走りをきっとこれだと、うん、きっとこんな感じだっていうのを燃費担当に電話で伝えたんですよ。うん、うん、分かった、もう一回言ってって言われたんですよ。ああ、お前この野郎、せっかく見たのに結構大変なんだぞ。喋りながらね、走るのも、はい、っていうのをやっている上では勝とうというのは甘いと。そんな走りながら指示出してレシピを作ってもらうってね。その時点で相当大変な作業をやってるわけでしょ。だから多分できれば練習走行とか予選が終わった後の余り時間で少しそれを完成させておいて、もうこのレシピっていうのをみんなに、このレシピで行こうと思うっていうのを叩き台を作っておいて、そこからじゃあ走り出して、そうです、ね、あ、ここはちょっと違ったかも、そのレシピ書き直しておいてぐらいの感じで走った方がおそらく無駄がなかったんじゃないかなって。多分2速を使って結構グイグイ加速してるところとかで意外とガソリンを使ってたんじゃないかなっていう感じがしましたね。池野平さん、リフト&コーストってやってます？リフト&コースト、はい、うん、それは、まあ、あれね、あれです、あれ、何、多分分かってないと思われる動きをここすごくねしてるんですけれど、はい、コーナーの、うん、ブレーキする寸前までアクセル全開でいますよね。最初の時は特に、はい、そうだったかもしれないですね。でそこが燃費に対してどんどん厳しくなるポイントだったりするんですよ、はい、っていうのは燃費を稼ぐにはまずアクセルを完全にオフにして、そうすると燃料カットが入るんで空走ね、空走できるわけですよね、はいはい、その間ブレーキするまで、はい、あ、ブレーキするまでじゃない、次にアクセル踏むまで、はい、でその時間をとにかく長くしましょうっていうのが、燃費を出しながら速く走る方法なんですよ。なので、例えば最終コーナーの進入とか、うん、今もうブレーキする寸前、ブレーキしましたよね、まずね、最初コーナーのシーン、最初の数周は、うん、そうですね、まあ、だから最初鴨選手がそのレシピを作ってくれて、うん、はい、で乗る直前にその内容がまあなんとなく来て、うん、台本が来て、はい、その通りにやろうというふうにして、うん、で、まあ、その固めるまで僕も数周、はい、2、3周かかったのかもしれないですね、うん、この辺ですね、今でアクセル離してシフトダウンしたんですかね、4速にね。そうです。で、最終的には5速でフラストレート行って、はい、うん、50メートルより手前ぐらいかな、うん、まあ、100と50の間ぐらいでアクセルオフして、はい、ブーッと入ってって、あ、ブレーキを踏まずに、後半はやってたんですね、ブレーキ踏まずにっていうのは、ね、だけシフトダウンだけして、はい、っていうのと、はい、まあ、ダンロップもその4で入っていくとか、うん、あとそれはまあ去年とかからも言われていた1コーナーから1部屋に対してはちょっと下ってるから、うん、空走をちょっと長めにしましょうとか、はいはい、登ってるところはそれをやるよりは下りの方が効果的とかっていうことは意識して、うん、はい、まあ空想はしてはいる、うん、
であと空想させる時間をとにかく長くする、ね、で、はい、その間にブレーキとかエンジンブレーキもそうなんですけれど、はい、とにかく他のエネルギーにこう行っちゃうのをできるだけ防止したいんですよ。前に行く勢いは全て前に行くように、うんうん、行くために使いたいんですよね、はい、なんでブレーキパッドで掴んだ瞬間に熱エネルギーに変わって全部それが逃げてっちゃうんで、うんうんうん、それをとにかく短くしましょうっていう走り方をしてるんですよ僕は。なるほど。なんで1コーナーも、この辺からもうアクセルオフでずっとブレーキしないでこの辺でブレーキしてるんですよ僕一瞬で入ってくっていう、それをどのコーナーに対しても繰り返してるんで燃料カットの時間も長いし、前に行こうとするエネルギーの損失も減らしてる。だから最終コーナーも実は5から4に落としてるっていう時点で4でエンブレ使って前に行くためのエネルギーをそこで損しちゃってるんですよね、うん、なんで、まあ、ブレーキちょっと踏むのと一緒ってことになっちゃってるね。ブレーキ踏むのと一緒なんですよね、うん、前に行く惰性がなくなっちゃってるんで、はい、そこがもったいなかったかなという感じに見えました、うん、なるほど、はいはい、あとちょっと質問としては、うん、2部屋の進入のところで 4のまま行ってその空想アクセルオフで、うん、本当はニュートラルがいいってこと？ニュートラルにすると実はアイドリングさせるために燃料吹いちゃうんですよ。なのでギアは入れっぱなしで、アクセルオフっていう状況にならないと。5に入れてアクセルオフが一番いい。5に入れてアクセルオフがいいかもしれないですね、はい、その4のまま行って空想を長めにするのか、うん、5人も入れて、はい、5に入れたら踏むっていうことになっちゃうけども、まあ、だったらでも5に入れて惰性で5に入れて空想が一番いいってことだね。っていうことができれば、うん、その方が多分無駄がなかったかなという感じがします、はい、第3走者の塚本選手ですけど、はい、そうです。いきなりこうダンロップの、うん、ダンロップコーナーの先から4速にシフトアップするっていう、それまではダンロップコーナーの手前からもう4に入れて入っていくっていうパターンがこの瞬間から変わったように見えたんですけれど、僕はねずっと3のまま行ってますね。あとは、はい、うん、で結構エンジンも回してますよね今。バックストレートでも4速全開6000回転、うん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 、ちょっとそれこの周回は特に回しすぎました、ね、はい、うん、だいたい5500回転3速が5500回転で、うん、4速がまあ5000回転ぐらいなんですけど、はい、まあ、ピットの指示が割と、まあ燃費的に、はい、まあ、いいぞと、うん、だからある程度は回してもいいですよっていうような、はいはい、あの流れだったんですよね。うん、うん、燃費的にちょっと見えてきた、ね、見えてきた、まあ、本当はね第三走者でガソリンがなくなってそこでリタイアなんじゃないかなんていう話も、ね、各チーム思ってたんだと思うんですけども、実はこの、走行が終わった段階で給油っていうパターンがほとんどのチームの作戦だったんですよ ね、だから40リッターぐらいでしたっけ、うんうん、スタートの時に。そうですね、そこから、使い切るまでっていうのがこのこの第三走者だったということですね、うん、なんでそんなに回しちゃっていいのかなっていうね、その他の人との統一が取れてないっていうところと、うん、まあ、多分ピットからの電話の指示でそうなったっていうところが、うん、実は結構問題で、うん、なるほど、もう少し揃えて走ってっていう方が良かったような感じに見えますよね。そうですね、うん、だからまあ自分でもねこんなにペースでいっていいのかなっていうのもあったんですよね、うん、ただやっぱりその、4人5人、うん、それぞれバラバラな状況があるので空いてる時とかこの空いてる時にちょっとペースを上げちゃうっていうのはありかなっていう感じはするんですよね、うん、で実は僕も、3番目のドライバーで、はい、僕の時はガス欠までなるべく順位上げてくれっていう指示だったんですよ、うん、で多分20番近くまで下がってたような状況だったんで、うん、ハンデ消化をやって、かなり下がってたんで行っていいよって言われて、うん、他の選手に対してはおそらくちょっと回してもいいよ的な話だったんですけれど、
時間帯的にはこの第三走者の時間帯っていうのは割とそうやってペースを上げてもいい、はい、上げてるところもあるのかな、ね、時間帯的にはどうですか、有利ですか不利ですか。時間帯的には多分ある程度視界もまだ開けてるし、ええ、で割とみんな落ち着いてるじゃないですか、うん、ちょっとペースがつかめてきて、そうですね、危うい動きをする人も減ってくる時間帯なんで、うん、割とタイムとか順位は上げやすいところだったのかなっていう感じはしますけれど、この時どれぐらいまで上がったんですか。だいぶ抜きました、そういう意味で言うと。そうだから、だから勝負をレベルスピードとしては勝負をかけてたパートだったっていうことであれば、そうですね、問題ないと思うんですよね。僕のとこと、そういうわけではない、山田君のところは割といけるっていう、うん、そのピットの、うん、指示的に言うと ね今にして思えばもう一個上のギアを、うん、あの早めに使った方が良かったなっていうのはありますね。多分それでもタイムはあんま変わらなかったと思うんですよ、はいはい、うん、それとさっきの、その、もうちょっとアクセルのリリースポイントっていうのを早めにしても良かったなっていう感じはしますね。一個上のギアでそれをできてれば、まあ、もうちょっと燃費稼げたんじゃないかな。さあ4番目は山田パイセンですね、はいはい、お疲れ様です。はい、はい、どうだったんですか。いや、僕のスティントに限らず、うん、今回ってちょっとやっぱみんなそれなりにあの根本的に間違ってたっていうのがあったみたいで、そのこんぐらいの燃費でいきましょうっていうものを与えられたのみんな結構ね守ってるんですよ。あ、だから本当はコースティングとかもしなきゃいけないっていうのは基本にあるんだけど、守れちゃってるから、うん、そう必要以上に減らしてないんじゃないのかなってのが、だったらその中で数値的にはいい数値が平均燃費計ここに出てて、そうそうそう、それを見て安心して走ってるからある程度いってるよっていう話なんです。まず大前提としてそこを守ろうと、うん、でこうなってるよこうなってるよっていうのを、うん、あ大丈夫ですっていうのが多分僕の時はそうだったので、みんなそのスティントで指示されてるんだろうなっていうのがあり、はい、走ってたんですけど、うん、ちょっと不安じゃないですか、うん、っていう時にすごくいいライバルがいて、うん、これブルーのがエンジンチームなんですね。そうです、はい、そうエンジンチーム鎌田選手ですかね、うん、結構上位にいつもいるチームで速い方じゃないですか。だからそこにシフトアップとかブレーキのとことかを合わせていけば、はい、うん、とりあえず彼らが行くとこまで一緒に行けるだろう。なるほど、小判ザメ走法で行こうと。最初は抜きつ抜かれつみたいなちょっと意識鎌田選手もしてたりとかしたんだけど、うん、完璧に僕途中からやめちゃって、うん、もうどんなにあの抜かせようとしても抜かせないとか、うん、まあお互いにペースを保つようになったんですよ。結構だからそれ合わせて走ってたら実は6000回転とか回してて、うん、見た中では一番回してるパートだなっていうふうに見えたんですけど、うん、じゃあもうこっちこれがそうやってるから結果的にそうなってたって。そう結局それ以上は回すのは嫌だけど、うん、ここが回してて、うん、しかもピットからの燃費も OK って言われてるから、うん、もう2つのロックをかけたという、うん、全く問題ないと思います。ただ、はいはいはい、なんか登る、はい、と来食行く飲み行く歌舞伎町近いからね、かけえなそれ。でね、でね、うん、もう一個すごくあの僕にとっての運命の出会いがあったんですけど、うん、もう運命の出会い、淡い初恋のような感じの出会いがあったんですけど、誰か可愛い子いた。そうなんですよ、可愛く走ってる27号車が遭遇したんですよ。うちの車ですね。そうそうそう、はい、すごい可愛い走りをしてたんですけど、うんうん、ゴー君だった、うん、でゴー君っていうのは、デイトナー誌の編集長なんですけれど、でゴー君の次アンカー松坊ちゃん来るでしょ、うん、って時に坪林選手ですね。ゴー君を抜いていく時に、はい、あ抜きたくないなって思いながらバイバイってやったんだけど、うん、ただピットにはティーポ抜いちゃっていいの、はいはい、っていうのは何回か聞いてるんですよ、うんうんうん、で抜いちゃってくださいってなっちゃったんで、うん、まあ抜いちゃったんですけど、もしもあそこでティーポについていければ、うん、はい、やっぱティーポのね上昇ティーポの燃費も盗めたわけで、うん、まあ、こっちの方が使ってるにせよ、うん、少なくとも今回ラスト1周までは走れたでしょ、うん、もうちょっと佐藤さん池さんに使わせてあげられたんじゃないかなってのが、まあ、心残りで、あこれかな、違うか、これは抜かれたのか。そうですね、
うん、何台かやっぱこのスティントってスパート家系に来てるところもいて、うん、みんなそんな雰囲気になってるんですよね。で、T4 はね割と多分、それこそ豪君が運転してる領域だと、逆に抑えてたはず。そうだから相当絞ってたっていうのは後から聞いたからついてきてよかったって思ったんです。で、勝負をかけたのがだから3番目の、うん、俺と、ラストの坪林選手だったんで、はい、そうですよね。そう。だから少なくともそれを決勝中に人任せにするっていう作戦をね走り方を、 ね、うん、それをチョイスするのって難しいわけじゃないですか、うん、迷って ね安心できないからね。エンジンかティーポか2択でよしこっち選んだって言って結果的に良かったですけど、これエンジンを止まるチームだったとしたらね、最悪な結末もあったわけなんで、 そこをね走り方を人任せにしたっていうのが多分範囲ですよ ね、うんうん、この青い車の前、これはうちのティーポチームの車ですね。そうですね、はいはい、あ、見えたっていうのはずっとあって、抜くどうするって問答をここでピットとずっとしてます。こっち行っちゃうので、はい、もう完全にでも避けてるから、この時多分ゴー君はもうこの人たちかなわないから行かしちゃおうって思ってると思うんですよ、うん、でこっちは逃げられちゃうのもまずいから、うん、とりあえずついていき、ただこの段階でこんだけエンジンと一緒に気持ちよく走ってるのにティーポについていこうかなって迷うっていうこのことがね、うん、ちょっと信じられなかったんですけど、あんなペース違うんだったら、いやでも乗り換えっていうのはありえんのかな。あそこまで落としてて、うん、次がもう一個しかないでしょ、うん、だからこれはやばいか、うん、共倒れするかこっちが正解かのどっちかだっていうふうに思ったんですよ。あそこのスティントだって最後一緒じゃないですか、用意論すればね。そう、もう完全にね自分の人生を人に任せすぎ橋本みたいな人生だな皆さんの走りを振り返ってきましたけれど、どうでした？なんか最後にご質問は、リフト&コースをすれば勝てる。リフト&コーストしないで7位だよ、うん、もう来年はもう勝ったと思うよ。なるほどね、なるほど、そういうコメントもあるか。言葉覚えたもんね、うん、バックオフっていうのもあるんだよ、知ってる？知らないな。もうバックオフとリフト&コーストで、うん、もうね勝った、うん、勝ったあ言ってろ言ってろしばらく安泰かなったんですけどね、うちはね、まあ結果的には我々何のシミュレーションもしてなかったってことだっていうことだね。間違いないですよね。間違いないってことですね。あの、うん、場当たり的な場当たりですね。反抗じゃなく走行でしたね。そんな感じでしたね、ところで橋本先生、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、先生2位ですよね。あ、やめろそれそこ言っちゃう、うん、いやだからあのね、最近急速に上昇チームになったピストン西澤選手率いる J ウェーブは、あれはどう解釈してるんですかね。あれは分かりやすく言うと、はい、橋本洋平が5人いるってことです。おっと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 、あー問題だこれ、問題だ、これ27号車で問題が起きるやつ、問題が起きるでも本当にそれは多分事実だと、本当ね、みんなロボットのように同じ走りをきちんとできてる、多分ラップタイムを見ていくとほとんどズレがない、うん、14秒後半から15秒、うん、でもう勝負かけるところではちゃんとタイム出して帰ってくるっていう、ハンデ3分あって、うちらのチームの目の前で勝ったんですけど、ということはうちらハンデ2分だったんで、まあ実質ね、本当は実質うちらより1周多く走ってるっていうことなんで、うん、完敗なんです、ね、まあ、来年は4分になるんでね、うん、まあだから来年までちゃんと覚えて楽しみにしてますんで、来年、うん、ちょっとこれでうちに乗らない？ね、遺跡遺跡、勘違いしちゃいけないのは、うん、俺データ持ってない、ダメだった